出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。これジップベイツのですね、超巨大なペンシルベイトが売っていたので一つ買ってきてみました。その名もですね、ザブラペンシルコノハ230っていうことで、なんとね23センチもあるペンシルベイトなんですね。で、面白いギミックがいっぱい搭載されて、これからのね季節にすごい活躍してくれそうだなっていうことで一つ買ってみましたよ。で、値段はですね、3150円税抜きっていうことで、これねすごいと思うんですよね。20センチを超えるこういう巨大なペンシルってまあ高いんですよね。ウッド製であったりとか、あとはまあねハンドメイドのものであったりとか、どうしても一個一個作るのが大変で、例えば1万円前後したりっていうことが多いんですけども、なんとね、3150円ね、このまず値段がびっくり。まあ、最近盛り上がりを見せているですね、こう巨大なトップウォーターで狙うこの城パターンシーバスゲームね、ありますけど、まあやっては見たいけど、まあ竿とかもちょっと専用のものがいるし、リールもね太い糸がいっぱい巻けなきゃいけないし、なおかつ海で使えてとかね、タックルも揃えていかなきゃいけないで、実際のルアーのパートでいくと、あ、全部ね結構お高いね。こんな時に始めてみたいけどな、もしあんまりハマらなかったらな、ダメージがでかいななんて思いますよね。そんな時にこういう3000円前後で買えるルアーでまずはやってみることができるっていうのは非常に嬉しいところじゃないかなね。で、まあサオリールのところはですね、ビッグベイトなんかでもね、使ったりできますので、なんだろう、そのちょっと強めのタックル準備していても、まあ利用できるのかな。ただビッグペンシルね、あんまりハマらなかったとかね、あの自分のエリアではなかなか釣ることができないというと、なかなか使わないルアーになっちゃう可能性もありますからね。まあまあまあ釣れる釣りなんで、そういう心配は置いておいて、じゃあ早速どんなルアーかね、開けてみていきたいと思います。いや、ケースもでかいんですよこれ。はい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 、あー、わ、すげえ、あ、そういうことか。結構ねこれは嬉しいっていう工夫がいろいろされてるんですけど、まずはちょっとこの高速具を取ってですね、よいしょ、で服の傷がつかないようにこうちゃんと針も、ね、最初は拘束されていて、はい、出てきました。もうこの画面からはみ出しちゃうんじゃないかっていうサイズ感で、気になる、ね、部品がいろいろついてますね。で、針の、オリジナルのセッティングっていうのもちょっと気になるところですね。ここには I がついているけど、服が最初装備されてるのはこういう位置になってるんですね。でね、ずっしりときますね。まあさすがに、230っていうことで重さもあるので、ちょっと専用のタックルというか強めのタックルがあった方が使いやすいのかなっていうところと、でお腹側にはこういう感じで名前がついていて、まあこれね色もねいくつかね置いてあったんですけど、一番なんか視認性の良さそうなね、こんなチャートっぽいカラーにしてみましたが、カラー書いてあったな、クレイジーチャート2ってことで、クレイジーチャート1がある。重さはですね、これで 134g っていうことなので、どうなんでしょうか、まあ5オンスぐらいまで背負えるよみたいな竿とかがあったらいいのかなっていうことで、針はね ST36TN の30番、がついておりますということで、針も最初からすごいいいやつがついてますね。で、見ていくと、あー、ここね、ここにねローリングスイベル、これ結構いいやつじゃないかな、がついていて、しかも、こうスプリットリングで連結の針がついているから、まあバレづらいセッティングですよね。一度魚がかかったら、
なかなかねシーバスもね首をグリングリン振ったりエラー洗いしたりこの針を外そうってね縦横無尽に駆け巡りますからね、そんなところも追従してなかなかバレづらいよっていうようなこの工夫が、前のフックと後ろのフックにつけられていて、さらにここもね回るようになっていて、こんな感じの溶接されたねリングがついてますね。これにさらにスプリットリングをつけることによってっていう感じでしょうね。で頭周りはねこういう位置にアイがついている。浮き姿勢はどうなんだろうって実際投げてみたいですけども、あとね気になるのここですよね。これね、ちょっと裏の説明書きに書いてないかな、ちょっと見ていきたいと思います。ザブラペンシルコノハ230、東京湾を発祥とするこの城パターンによるランカーシーバスゲーム。20センチ以上のこの城を捕食しているターゲットには小さなルアーを投げても反応してくれない、そんな状況を打開すべく開発されたこの城のサイズに合わせた超ビッグベイトです。この城についてそれを変色しているシーバスに対しキャストを繰り返してスイッチを入れヒットに導くのがコノハの真骨頂。通常このエキサイティングなビッグベイトゲームには腕への大きな負担と疲労感がつきものですが、コノハなら大丈夫。軽やかな操作性と引き心地を誇り、数時間に及ぶような連続した使用にもおすすめできる性能です。ロッドワークも簡単。通常サイズのペンシルベイトを動かすイメージで使ってみてください。超ダイナミックな左右へのドッグウォークアクションでターゲットを誘います。で高強度ローリングスイベル、プラスチタンコートフック、採用。フックアイには耐荷重 130kg の、ローリングスイベルを採用し耐久性を確保。同時にファイト時のフックの動きをシーバスの行動に追従させることでバラシを激減させています。フックにはカルティバ ST36 の30番ですね TN を使用。刺さりの良さと、耐腐食性に優れます。ボディサイズと比較するとやや小さめのセッティングですが、これは、速やかなフックアップのための仕様です。強度重視の大型フックの、装着ではその軸の太さゆえに、貫通力にかけバラシの確率が高いことに着目しました。で、ここ気になるところですね。様々な誘いが可能ということで、3箇所設けられたフック装着のローリングスイベルのうち、出荷時は、最前部、腹部、こことですね、中央部にフックを取り付けています。ボディで水面を叩きながらジュボジュボとナチュラルなサウンドとスプラッシュを発生させるドッグウォーキングを見せ、スライド幅が短くフッキング率も高めたい場合のポジションです。ミドルレンジのベイトボールにつくシーバスを浮かせてヒットに導きたい場合に威力を発揮します。また流れるようなスライディングアクションが有効なシーンでは最前部と、尻尾部にですねフックを装着します。魚が表層付近にいて後方から追尾バイトしてくるような場合にも有効です。さらには、ショルダーに設けられた左右のラインアイを使うことでベイトボールからはぐれて瀕死の状態をピクッピクッと漂う魚を演出できます。通常の誘いでは追尾のみでヒットまで導けないときには爆発的な超過をもたらす場合があります。ということで、これピクピク用のアイなんですね。これすげえな。これにそうかつけて、でこっちとこっちあるからこう泳ぎか、はたまたこっちつけたこう泳ぎか、選ぶことができるっていうのと、なんかこう切りもみ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 っていう状態を、まあでもピクピクですよね。要はそれをするための愛がついているっていうね、ここにね、これはすごいなというところと、あとこの今のオリジナルの出荷時の、装着しているフックのポジションだと結構下にいるバスを上に食い上がらせたい時にはこのセッティングで、スケーティングの幅を長くしてねドッグウォークさせたい時はこっちに付け替えることによって、まあ息の長いドッグウォークと、あと、後ろからのついばみバイトが多い時とかに瞬時に、変えられるっていう仕様なんですね。まあそれをこの手の大きいやつだと、前に出ているルアーだと、例えばメガドッグが結構スライド幅が長い印象があるので、まあ
こことここについてるような、そんな使い方をしてるんですよね。で、ちょっと魚が深いなっていう時は、サミーの、大きなサイズね、ラッキークラフトのあれがちょっとメガドッグよりこう立ち浮き気味なんで、下にジャバッジャバッてこう腹を水面に当てて、なんだろう、バシュッバシュッっていうね、感じの連続をしたいときはラッキークラフトのサミーとか、そんな風に使い分けてるんですけども、例えばこの木の葉を一つ、持っていけば、その両方の状況にね、一つのルアーで対応できるよっていう、こういう感じだったりするのかなというところで、そうですね、例えばメガドッグだと結構水平気味な浮き姿勢な印象なので、自分はこの後ろのところにね、重りを張って、それで浮き姿勢をちょっとだけお尻を入れるようにして、その後ろからの水尾バイトとか取れるような仕様のやつとか、はたまた、張ってないやつとか、それとか あとはフックの大きさとかで調整して、こうその時のよく当たりの出る、そんでよく乗る、セッティング見つけていくんですけども、そんないろいろやりたい人にも、まあ、このルアー3000円ぐらいでね買えるこのルアーが1本あれば、フックの位置である浮き姿勢であるとか、あと泳がせ方自体もこの複数ある愛によっていろいろと瞬時にね、試すことができるっていうね、こういうことになってるみたいですね。でカラーも綺麗なものが多かったので、あとはまあそうですね、これ 130g 前後あるペンシルベイトをドッグウォークさせる竿ですよね、あとリールもあると思うんですけども、結構ね竿が柔らかすぎると、例えばなんとかグイングインってドッグウォークはうまく、できるんだけども、いざその魚が来た時に、これその中でもだいぶ細い針を選んでるよっていうことなんですけどね、シーバスって結構ね、本当なんだろう、針太くするとね、最初のかかりが悪くなったりして途端に、釣れなくなったりね、あとはまあかかってるんだけど船べりまで寄せてきた時にちゃんとこの懐のところまで、針が行ってなくてジャンプ一発でバラしとかがよくあるんで、まあ、そういうところも含めてルアーのセッティングと、あとこの使っている針がしっかりと、抜き刺さるような強さのね、ロッドで、ですね、ビッグベイトロッドとかでよくある長めのロッドだと、こう1日シャクルね、ドッグウォークさせる釣りなんで手首がやられちゃうんで、比較的強くて短めの竿でテンポよくっていう感じの竿になってくると思うんですよね。というわけで、まあ今年もね、いろいろな竿を試してみようとは思うんですけども、だいたい自分は今使ってるのだと 6.6 フィート前後でやってるんですが、もうちょっと短くてもいいかな、ペンシルにはっていうね、そんな印象があるんで、まあ、そこら辺もね、いろいろ、まあ、ルアーも含めてね、試しながら、今年のシーズンね、臨んでいきたいと思います。はい、でこんなルアーでしたということで、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ザブラペンシルコノハ230、チップベイス機体の、超巨大トップウォータープラグということで、これを一つ買ってきてみたぜって、こういった動画でした。また会おうぜ。